私の名前はカール・クラウベルク。1898年生まれのドイツの産婦人科医だ。私は世界的に著名な医師でね。こちらが女性ホルモンの研究結果です。おお、これは新発見だ。新たな医療が生まれるぞ。国際的にも認められた不妊治療の第一人者なのだ。世界ではナチ党が躍進しているが、彼らでさえも私にやすやすとは命令できない。先生、我々ナチスに協力していただけないでしょうか。今は研究に忙しいので、落ち着いてから考えます。だがそんなある日、私はあることを知った。何？マジか。なんとナチスの強制収容所では人体実験がし放題らしい。私の医学知識は一気に向上する。私は早速親衛隊のヒムラー長官に連絡した。え、高名なカール先生が協力してくれるなんて光栄です。私はナチスに参戦することとなった。それで先生は収容所でどんな研究をしたいのですか？私は手早く安く手術なしで女が子供を産めなくする方法を確立します。何？それは素晴らしい研究だ。私の研究はナチスの目的とバッチリ合致した。ナチはユダヤ人を奴隷としてこき使いながら同時に絶滅させられる方法を模索していた。私の研究はナチが欲しかったものだった。ヒムラー長官は私を支持しまくってくれた。先生に収容所をお任せします。ありがとうございます長官。ユダヤ人が子供を産めなくするために一緒に頑張りましょう。私のためにアウシュビッツの一区画が用意され、人体実験の準備が整った。はあ、これは興奮するな。この区画の女は全員実験のためのモルモット。私の好きにしていいらしい。早速実験スタートだ。試したのは子宮へのホルマリン溶液注射。チグッとするぞ。女の子宮に直接注入すると拒否反応で卵管が癒着し、生殖機能を奪うことができるはず。当然いろんな副作用が出るぞ。激痛、炎症、痙攣、出血、高熱、敗血症だ。でも欲しいのは安くて手軽な方法だから、もちろん麻酔なんて使わない。500人以上がこの実験のために使われた。あらら、死んでしまったか。まあ医学の発展のためには仕方あるまい。死んでしまうモルモットもいるが、やむを得ない犠牲というやつだ。他にも収容所のものは人間も含めて私の好きにしていいとのお達しだ。先生、コーヒーです。おう、ありがとう。私は気に入ったユダヤ人の若い女を専用の召使いにした。3歳の娘を収容所に連れてきて、うちの娘は可愛いだろう。はい。モルモットたちに寸法を取らせて娘のセーターを編んでもらったりもした。そんな寄り道もしたものだが、優秀な私は着実に研究を進めていた。何せこのアウシュビッツでは人間に好きな薬を打ち放題なのだ。先生、調子はどうですか？順調です。将来的には一人千人の種を断絶できますよ。それは素晴らしい。ヒムラー長官もこの技術開発に感動していた。だがそんな蜜月も長くは続かなかった。ドイツ軍の戦局は次第に悪化していき、主張めなぜ勝てない。だんだんと私は人体実験のための支援を受けられなくなってきたのだ。もはや敗戦は時間の問題だ。このままドイツが負けたら、私はきっと戦争犯罪で処刑される。絶望した私は次第に研究から遠ざかり、酒に溺れるようになった。間もなくドイツは大戦に敗北。私は敵国ロシアに引き渡され、被告を25年の刑に処す。そんな。死刑は免れたものの、25年もの抑留が下された。だが私は悪運の持ち主。それからたった7年後の1955年、やった、祖国に帰ってきたぞ。幸運にも解放された私はドイツに自由の身で帰還を果たしたのだ。人間をあれだけ好き勝手にして、たった7年の罪で済むなら安いものだ。しかもどの新聞や本を読んでも私の名前がないぞ。戦後ドイツでは戦争犯罪の断罪が進んでいたが、そのリストからも私は外されていた。どういうわけか私は許されているらしい。私はナチスの殉教者なのです。これからも医学の発展に努めていきたい。気を良くした私は積極的にテレビに出演、自分を好意的に報道してもらった。だがこの自己顕示欲が私の首を絞めることになる。カール、誰だこいつ。こいつもナチスだったの？実は私は戦争犯罪を許されていたわけじゃなく、単に誰も知らなかっただけだったのだ。ナチスのヤバすぎる連中に比べれば、私は小物すぎて存在自体が埋もれていた。だからそのままおとなしくしてれば誰にも気づかれずに平和に過ごせたのだが、メディアに出演したことによりドイツ警察が私の存在に気づいてしまった。この悪魔、
あいつに子供を産めない体にされたのよ。結果実験の生存者たちが猛抗議し、私は逮捕された。せっかく解放されたのにまたもや裁判に。彼の人格は歪んでおり、明らかに常軌を逸している。ドイツ一の名医だった私がこんな屈辱を受ける羽目になるとは。その2年後、1957年、心労がたたったのか、私は裁判の直前に死んだ。あの時目立とうとしなければ助かったかもしれないのに。